私の名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれており、今回は町づくりの研究をしている人物を紹介するぞ。ここは崇城大学工学部建築学科、内丸先生の研究室じゃ。一体どんな町づくりの研究をしておるんじゃ。私の場合はですね、町づくりから建築へということをテーマに挙げていまして、通常建築の町づくりといえば、建築を作ってから、あるいは建築を作ることを前提にあって、そのために、町の中に町をこう意見を統合していくということが多いんですけど、私の場合には建築を作る以前に、町がどうやって盛り上がればいいのか、人々の関係ができていく、いけばいいのか、でそれを実践でやっていってですね、その先に建築を作らねばならないとなった時に建築を作るというようなことをしております。まあ、僕のやってる町づくりの方法は明かりの町づくりということなんですけれども、例えば熊本の本明寺の花灯籠、あるいは熊本城の麓の水明かり、山鹿の百花百彩、あるいは臼杵竹酔というものがあるんですけれども、例えばそこから建築に結びついていったというのは、やはり一番大きなところでは今のところ山鹿の桜井ですね。ふむふむ、実際の街づくりにも生かされておるんじゃな。山鹿の温泉協会の方でですね、臼杵の明かりの祭りの話をしたことがあったんですけれども、それを聞かれて山鹿でもやってもらえないかということがありまして、で、山鹿は山鹿らしいものを一緒に探しましょうという話をしましてね、もともと山鹿には和傘の産地だったものですから、それをもう一度復活して、町の中に慣れましょうと、明かりライトアップしたものですね、それでやったものなんですけれども、その山鹿でそういうことを一緒にやっていきますとですね、町の人と一緒に作っていかないといけないんですね。で山に入って竹を切って作っていかないかな。そのことでですね、町がやっぱり少し変わってくるんですね。で桜湯、昔明治時代に建てた建物で、昭和48年に亡くなった建物があるんですが、それをもう一度復興し再建しましょうという話が起こったんですね。でこれが起こった時にも私も随分その再建運動に関わりました。で町の中に話をしたり、それから稲部談義とかですね、そういうこともあって、再建運動が始まって6年ぐらいで経つわけなんですが、最初の1年か2年でもう建てましょうという共通ルールができた、できましたですね。すでに町づくりに貢献している研究なんじゃの。これからはどんな町づくりを目指しておるんじゃ。これからですね、やはりこれも本明寺の花灯籠のがきっかけにしまして、今実は本明寺の二号門っていうのがとても大きな建築があるんですが、大正8年に建ったコンクリートの大きな門なんですけれども、あれが地震で傷みましてですね、修復するか解体するか今議論が進んでいるところなんです。で私それに関わっておりまして、やはり本明寺の花灯籠というそういうことがあったがためにですね、本明寺を使ういろんな行事が少しずつ増えていってるんですね。住職もできればこれは復元、修復したいという気持ちも強く持っております。でそういう持つようになったきっかけも、やはり本明寺が花灯籠などをきっかけにですね、町の人に愛されているという実感を持っているんでしょうね。私の研究室は設計と建築論と、あるいは実践的には町づくりから建築へということなんですが、町づくりのという点に絞って話をすればですね、建築を作ることの意味を学んでほしいですね。何のために建築するのかという、その自分が作ったものがその町にどういう影響を与えてて、どういう反応が返ってきてるかっていうのはもう生身で感じるんですね。おそらくそういうところから、建築とは何のために建築を作らねばならんのかということをこう、彼らにそういうことを感じてもらえれば、これから何十年かの建築活動をやるわけなんですけど、大きな原動力アンカーになるんじゃないかと思いますね。崇城大学工学部建築学科の活躍がますます楽しみじゃの。